吉原村山口村参道吉原村山口村参道は吉原から村山まで南北に縦断する道東海道から富士山の玄関口である村山口登山道に至るための道として用いられた村山道は吉原宿西木戸の島橋を起点とし終点である村山口までの道である現在は旧来の村山道の経路を止めておらず 村山道の復元ルートが富士市、富士宮市より公開されている。世界文化遺産富士山の構成資産、富士山域の構成要素である大宮村山口登山道は大宮から村山を経て富士山へと至る登山道であるが、この村山道はそのうちの村山口に至るための道として用いられた。成立は江戸時代後期とされ、 富士山に向かう東廃者を大宮口を経ず直接村、山口に導く村山側の意図があったとされる。横沢の道しるべ、石原の道しるべ終点である村山口に至る家庭で村山道や村山道と記された道標が点在する。富士宮市と富士市で計7期現存している。他、復元された村山道標が一つある。 ありがとうございます。